日のお祭りはこの施設を、竣工して、その竣工の お祭りをこの土地の神様、またこちらを守りいただいている神様にご報告申し上げて、その後この施設の中をですねきれいにお祓いをさせていただいて、正常な状態で皆様にお使いいただくためのお祭りでございます。こちらの神様をまずお呼びをさせていただいて、その神様にお供え物をさせていただきます。でそこで、今回の、このお祭りの趣旨を神様にご報告いたします。神様のお力をお借りしてそれぞれの場所をくまなくお祓いをさせていただいて、本日のお祭りにご参列いただいた方に、真心を込めてお参りをいただいて、その後、神様にお供えしたものをお下げして元の場所に神様をお返しするという流れがございます。基本的なものとしては神様にお供え物を捧げるための案といいまして台でございます。でそれぞれに、お供え物をさせていただくこの三宝というお皿のようなものだと思っていただければ、それをご用意をさせていただいて、そこに果物とか野菜とか、お餅とかお酒とかお米とかそういったものをお供えをさせていただきます。でもう一つ必要なのは榊でございます。榊は神様が宿る場所、またお祓いをさせていただく道具、では最後に皆様方がお参りいただく玉串、そういったものにすべてにこの榊というものを、使います。これは植物でございまして、それを神事には多く、使います。この工事は大勢の関係者が携わって、できております。中には罪汚れ、そういったものがこの施設でついてしまっていて、その後皆様方がお使いになられた後に、事故があったりとか、なんか災いが起きたりする可能性がありますので、それをすべてお祓いをさせていただいて正常な状態、きれいな状態で皆様にお使いいただくためのお祭りです。